新 CM キャラクターに人気タレントの平野翔さんを起用、糸生成し緑人ソーダ。新 CM キャラクターに人気タレントの平野翔さんを起用、糸生成し緑人ソーダのメッセージで、ユズをはじめとした和素材の爽やかな味わいを訴求、手軽に楽しめる RTD 緑人ソーダ感も、より爽やかな味とデザインにリニューアルする人といえば、 欧米では古くから愛されるスピリッツの一つだ。しかし、日本ではあまりポピュラーではなかった。そんな中、サントリーが日本の人市場に革命を巻き起こしている ROKU、OK、と緑の登場により、国産人が急成長し市場を席巻しているのだ。人。それは酒の世界でしばしば忘れられがちな存在でした。欧米ではマティーニや他の洗練された カクテルで知られ、一部では愛されてきましたが、日本ではあまり馴染みがありませんでした。しかし、時代は変わりつつあります。サントリーの革新的なアプローチによって、日本の人市場が目覚めつつあります。日本の人市場は、以前は地味でしたが、近年は大きな躍進を遂げています。サンプリーの塚原大輔執行役員は、サントリー人戦略説明会で、 その成長ぶりを示しました。昨年の国内人市場は6年前の1.9倍に達し、国産人の構成比は26%から65%にまで上昇したのです。サントリーの執行役員、塚原大輔氏の熱い語り口から日本の人市場の変革が明らかになりました。この著名な日本の酒造メーカーは古くは 1936年に登場したヘルメスドライ人から始まり、近年では ROKU6 や緑水位などの和風人の投入で日本の人市場をリードしています。サントリーの国産人は1936年に発売されたヘルメスドライ人から始まります。しかし、近年の ROKU や緑の登場により、その存在感がさらに増しています。 ROKU は和の6素材を使用し、海外でも大きな支持を得て、世界売上3位のブランドに躍り出ました。さらに、サントリーは今年、旬を味わえる贅沢なジンをコンセプトに国内マーケティングを強化しています。そして、初の限定品、SAKURABLOOM エディションを発売するなど、さらなる魅力を提供しています。一方、緑は、 手頃な価格帯でありながら、高品質な人を提供しています。そして、平野翔さんを起用した新 CM や、RTD、緑人相打官のリニューアルなど、新たな展開を見せています。サントリーは、人市場でのさらなる成長を目指し、大阪工場での設備投資を行っています。その野心的な販売計画は、前年比173%の成長を見込んでおり、 3十年の国内人市場を450億円に拡大させることを目指しています。サントリーの人事業は創業者鳥居慎次郎のやってみなはれ精神に基づき、ますます成長を遂げています。RO 経由と緑の存在により、日本の人市場はこれからさらなる発展を遂げることでしょう。サントリーの人への情熱と野心はますます高まっています。創業者、 鳥居信次郎の精神を受け継ぎ、サントリーは日本の人史上を再び活性化させることに挑戦しています。彼らのユニークで魅力的なアプローチによって日本人の舌をつかむロマンチックな酒の復活が近い未来に訪れるかもしれません。